メンズ赤星です。はい、ザ・シーツの翔です。おガチだぜ。よろしです。あらさ、今回ラーメン新天地という場所に、うん、行ってまいりました。千葉県市川市にございます。はあ、どこかというと、あの都営新宿線元八幡駅。あのは分かんないですけど、あの新宿線 の終点の駅ですよ。まあ、終点の、ね、はい、で毎月ですね、9のつく日にですね、巨大巻き豚とかパーコー豚、肉のイベントが結構開催されることで、はあ、おなじみの店舗でございます、ね。はあ、で早速食券がいくと、新天地ラーメン、つけ麺、混ぜそば、煮干し醤油ラーメン、赤新天地ラーメン、赤つくね、サメラーメン、食べられるとてつもないバラエティがあるお店でございます。はい、いっぱいあるんで何度でも通えるというのがね。で、野菜増しするときは有料券を購入しなければならないと。なるほど。増しとダブルと2つございますので、私は今日増し増し、あ、ダブルを選択しておりますが、麺の量がね、小、並、大、無料で選べるんですが、はあ、油やニンニクの増し増しはちょっと NG。はあ、で多めだけね。そう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 。お好みは絶対に食券を渡すときに言いましょうというのが着眼点ね。さあ、着眼していきましょう。新天地ラーメン大盛りの麺型油、多めの味濃いめ、ニンニクありで、デフォルトで海苔や味玉と書いてあるんですか。ちょっと待ってください。いや、ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってくださいね。待ちましょう。グイーッと見てください、これ。はい、新天地スペシャルというメニューがあるんだけど、うん、これが間違ってきちゃった可能性がありまして、なんかサービスだったのか間違いだったのか、あの普通の新天地ラーメンには入ってないんですよ、いろいろ。いや、はい、ね、ちょっとレビューとしてね、はい、どうなんだっていういや、やっぱや、あの確かな情報を伝えてほしい。これはね、いや今回ちょっとサービスと捉えてどんどん食っていきましょうね。ありがとうございます。じゃあこれは新天地スペシャルとして見ていいんですか。じゃあ新天地スペシャルでいきましょうね。じゃあ今回は新天地スペシャルです。今回は確実に多分そうですね。あー、もう豚が終わってしまいましたけども、はいはいはい、豚は甘くて引き締まり豚、ね、それが特徴的、とてつもない非乳化スープでややね甘みを感じるということで、この返しが豚にも浸透していると捉えていただいている。はあ、はあ、でまあね、野菜を最初にいきたいんで、上の玉ねぎ、にんにくを一回どかしてます。今回あの玉ねぎ50円で増してますんで、はい、結構。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で野菜をね、まあ箸でつまんでいきますが、さすが100円でダブルにしてるだけあるんで申し分ない。食感はシャキシャキです。うん、シャキシャキ野菜ね。えでですね、まあ海苔と組み合わせてみたりですね、ここは豚を挟んでみたりして、どんどん咀嚼ね、はい、どんどんボジューみたいなのありますけども、どんどん咀嚼ということでね、大盛り野菜に隠れ口だけど、あれあれ かわいく麺も入ってますよというね。おお、かわいくね、かわいく入ってますね。あ、ちょっと上目遣い、あ、出ちゃいましたね、出ちゃいました、すいません。ちょっとあのね、さあちょっと忘れて麺に行きましょうか。まあまあ忘れましょう32の上目遣い、32の、迎えましたけども、32をねこの前ね、ツルッツルの麺ゆえに一口すると、あとはもう自動的にこうブルルって入っていっちゃうんだよね。最初の一口がもう入ればね、あとは全部うまいということで、自動でね。うん、そうそうそう、自動で、自動自動ね。ニンニクもね、ましていきましょうね。ニンニクが一番上にトップで、ちょっと色付きニンニクだったけども、はい、辛さがねそこまで強くはない。なるほど。その代わりといってはなんですが、うん、こちらのニンニク、なんとその後のニンニク持続力すごかったです。この匂いの持続力が翌日まで。それはあのマイナス面じゃないですか。いやいや、だからもう少量でずっとニンニクが残ってる。今味自体はね別にいいですけど、いいことだよ、まあ、いいことだよ、いいことだよ、まあ、僕らにとってはちょっとマイナスですね。周囲もね。あ、周囲にも、あ、そっかそっか、あ、家にはってことね。はい、まあそんなこと言ってる間にミル付きのね黒と白が出てきましたけども、はい、これはレアですよ。このスパイスはね、後でもう一度見返してくださいね。ミル付きっていうのはあのゴリゴリすることミルだからね。いや、それ知ってます。知ってます。これまではゴリゴリ胡椒とか言ってましたけども、はい、実はミルというのはゴリゴリする場所でございますね。はい、と言ってる間に味玉まで、ね、味玉ね、進んでいきましたけども、この味玉ね、はい、中身をねちょっと見ていきますけども、久しぶりだね味玉。僕はあんま頼まないから。あ、なるほど。よいしょね、中はおお、あのとろっトロではなく、うん、半熟の中のやや型という、まあ僕は一番これぐらいが好きかなっていうぐらいの卵でございます、ね。どうですか、そんぐらいが好き、もうちょっととろけた方が好き、どう、え、どう、そうでもない、こだわりはない、ちょっと物によります、ね、物によるんですね。オニオンエッグがうめえとか言ってますんでね、
ぜひ組み合わせてほしいね。てる間に、おおお、ちょっとシュッシュッありましたけども、ごちそうさまでした。ありがとう、新天地というで、ステータスを見てください。ね、87、80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 、
ね。ありがとうございます。で、まあ、台にしましたけども、特盛りを買うと400とかにもできるんで、さらに増したい人は買ってみてくださいね。え新天地、というわけでうちらの名店ごちそうしょはずポン。Thank you.